こんにちは。カラピチニュースの時間です。シェアハウスで異臭騒ぎがあった模様です。先週お昼頃、休憩室から異臭がすると通報がありました。全員で部屋を探索したところ、冷蔵庫が接続されている電源タップがオフになっており、中に入っていた生肉等の腐敗が原因であると特定。急遽駆けつけた清掃部隊により、住民は何とか一命を取り留めました。当時の状況を住民に伺いました。あの時の異臭が頭から離れないんです。もう二度と嗅ぎたくない。みんな少し嗅いじゃっただけでダウンしちゃったので、僕が頑張って封印しました。いや、事件発覚後に新しい iPhone が届いてね、もうタイミングが悪かったですよ。楽しい開封会にするつもりだったのに、もう最悪ですよ、これ本当に。冷蔵庫の電源はコンセントに接続することを強くお勧めします。